神奈川県立大井浜高等学校は、神奈川県横須賀市夏島町に所在する公立の高等学校。県立の高等学校である。授業は1日55分授業 X6 で展開している。1年入学時、芸術系3科目のうち1科目を選択し、2年、新旧時には死亡深度に合わせて必修選択の授業の中から、 生徒個人で必要なものを選択する。そして、三学年では午前中が必修選択、午後が自由選択となっており、生徒が選択した授業のみ履修するという形になっている。また、二学期制である。体育祭と文化祭は、学年開催であったが2020年度から、両開催を実施する。また、大浜高校は他校に比べ、行事が豊富であることが、 特徴の一つであり、その内容は、合唱コンクール、球技大会、早朝大会訓練など、多岐にわたる。また、部活動も盛んであり、生徒の所属率も高い。そして、生徒の自主性が高いのも、特徴と言える。例えば、合唱祭などの行事には、基本的に教諭は干渉せず、生徒同士で先導を切ることを進める。また、 2012年11月10日に行われた創立50周年記念式典では生徒による企画発表などの機会が設けられた。ありがとうございます。